今日はナスの美味しい食べ方ということで始めていきたいと思います。まずタレを作っていきましょう。つけだれの方なんですが簡単ですよ。めんつゆとポン酢、あと生姜をすって入れてください。たったこれだけで出来上がりです。それではナスを切っていきましょう。まずヘタを取って真ん中で切って、皮の部分にですね包丁でちょっとこう細かく格子柄のような形に包丁を入れていきましょう。そうするとですねその間に味がよく染みて美味しくなります。切る時にですね包丁を持った手の中指にちょっと力を入れてみましょう。いいストッパーになりますよ。格子柄のカットができましたら熱した油、ちょっと多めの油にナスの方を入れていきましょう。だいたいですね火の方が入りやすくなってますので30秒ぐらいしたらひっくり返して端にこう寄せたね隙間のところに今回付け合わせで入れますオクラの方を、ヘタを取らずに入れてってください。ヘタを取ってしまうと中のね種が爆発してあちゃーってなりますので気をつけてください。もう一度ぐらいですねひっくり返していくとちょうど揚げ時になりますのでオクラも一緒に油から揚げていきましょう。よくペーパーとかで油を切っておいてください。そしたら先ほどのタレによくつけておきましょう。揚げ物したくないっていう方のために時を戻しましょう。格子に切ったナスによく塩の方を揉み込んでください。そこにですねペーパーにサラダ油をちょっと染み込ませてそちらの方もこううまくなすりつけるような感じで油の方をコーティングしていってください。こちらがですね電子レンジを使ってなすをチンをしても色あせをしないポイントになります。軽くラップにそれぞれをくるんでなす1本につき1分という目安で電子レンジにかけてください。それでは盛り付けていきましょう。こちらはですね揚げた方のナスになりますね。見た目の方も油で揚げているのでこうツヤツヤという光ってる感じがよくわかるかと思います。味の方もですね油で揚げた分ギュッと旨味が凝縮されたようなちょっと濃い感じの、旨味が濃いっていう感じの味になってるかと思います。さてこちらは電子レンジから出てきたナスになりますね。揚げてないのに電子レンジでもこんなに色が綺麗に残るんですよ。そこに先ほどのタレをかけるとさっぱりとした優しいお味になります。もっと揚げたナスがやってきた。揚げナスも美味しい、レンジも美味しい。あなたはどちらがお好みですか？今日も元気に玄関ママでした。